天ヶ崎藩領海比天ヶ崎藩は、摂津国河辺軍、向こう軍、うな軍、八部軍を領した藩。藩長は、天ヶ崎城。豊臣秀吉に家臣として仕えていた武部家は、江戸時代に入っても引き続き、天ヶ崎軍隊として七百国を所領していた。時の当主、正長は、源永元年大阪の陣において親族である、池田としたか、 ただつぐ兄弟の幕下で軍港を建てた。これによりおじの池田茂俊とともに、川辺軍、西成軍に一万国を所領する大名に取り立てられ、天ヶ崎藩が成立した。元奈三年、総主である姫路藩主池田家の天保により、武部正長は、張馬国藩や田下藩に、池田茂俊は、張馬国イカ藩へ天保となった。道元奈三年、 徳川家普代の戸田私鉄が五万国を与えられて、大見国ゼゼ藩から、天ヶ崎城,城に天保となった。川辺軍、向軍、宇内軍、八部軍の大部分を領有した。私鉄は、官営12年に、美濃国大垣藩へ天保となり、青山家が、東都海国掛川藩から入部し、戸田家の体制を引き継いだ。新しく開墾した四千国を加えて五万四千国としたが、 藩主、雪成は、文献に六千異国を分け与えることを幕府に願いで、これを許可されたため、四万八千国となった。青山家時代の甘崎藩は、比較的裕福だったと言われる。青山や四代雪秀は、聖徳元年に、品濃国飯山藩へ天保となり、松平正隆氏が、東都海国掛川藩から入部し、青山家の体制を引き継いだが、無古軍。 う内い八部郡内の計26カ村が、幕府に召し上げられ、4万国に減少した。さらに今ず、西宮、三影、兵庫などの裕福な36カ村が、幕府に召し上げられ、引き換えに、張馬国内各地の71カ村が与えられた。国高は5千国の増加となったものの、実収入は激減した上に、 藩領が分断されたことから、両国経営が機能しなくなり、反省は傾いていった。慶応4年1月、朝廷に教順を示して、領地を安堵され、同年2月、新政府の指示により、桜井に改正した。明治4年廃藩地県により、尼崎県となり、翌年、兵庫県に編入された。最後の藩主、忠興は後に、西南戦争の際、 白愛者を設立した一人となった。1615年から1617年までは、竹部や池田家の両家が在場した。池田家が、摂津川辺7七河村4,423国余り、西成軍18河村5,576国余り、合わせて1万国。竹部が、川辺軍七河村5,614国余り。 西成郡八花村三千七百九十一国余り、合わせて一万国。竹部や戸ざま一万国成長池田や戸ざま一万国十里、不代五万国私鉄、不代五万国五万四千国四万八千国、雪なり雪都市幸い、ただし雪秀で譜代四万八千国四万国四万五千国、ただし京ただし明中国、ただとみ中海ただ秀でただ沖ありがとうございます。